もうちょっと揃ってからにしよう。じゃあ、ノート出した。ちょっとまず単語は入れて、まずマーカーをちょっと出してください。マーカー。で、今日は左半分の3番と4番と、右半分の1、2、3までをします。でまず、左半分74ページで書いてある方の置き3番。答え書いてある方を使ってください。置き3番からいきます。手紙ありがとう。手紙ありがとう。でまず、カッコ1番、手紙をありがとうの、何々をありがとうのところに印をつけてください。何々をありがとう。日本語文の、激しいんだけど。足がね、これが上がったらロックが外れてガシャンってなるとここまで言ったっけ。あ、そうそう、左半分の3の何々をありがとうつけたよね。で、何々をありがとうっていうのは Thank you for です。 Thank you for まで
フォーまでセンキューだけたありがとう。センキューフォーアまでつけたら何々をありがとう。で、ちょっと書いとってほしいんやけど、消したいけど消したらいいかな。ね、ちょっと今日書く範囲狭いかもしれないけど、そのセンキューフォーの後の言われたってあるよね。それ名詞ですよね。センキューフォーの後。センキューフォーの後ろ。ここは、今回は言われたってなっとるけど、名詞やね、名詞。で、例えば、まあ、ドッグとか犬とかの名詞とか、名詞じゃなかったら ING が来ます。普通の物の名前とか人の名前、その名前は来んけど、物の名前が、言われたみたいな名前か、ING になったら、この間習ったと思うけど、同名詞やったよね。何々すること。なんかしている、進行形の方じゃなくて、何々することの方の意味の、ING が来ます。でも問題出てこんとわからんけん、ちょっとメモで書いておいてください。私は。と。じゃあ、括弧2番いきます。私はあなたのような選手になりたいの、何々になりたいのに印をつけてください。何々になりたい。これそのまま覚えてもらっていいです。これは want to be です。want to be。I want to be 何々で、私は何々になりたいっていう意味だよ。で、なんで want to be が何々になりたいかっていうと、want to で、この間多分したけど、何々をしたいです。何々したいですよね。で、be、その後の be は、あの B 同士の B の原型です。だけどその B に丸をつけて、何々になるっていう、なるって書いておいてください。B。I want to be の B。これは何々になるっていう意味です。だけど、何々になると何々したいをくっつけたら何々になりたいですよね。だから、want to be で何々になりたいっていう意味になります。じゃあ次、カッコ3番いきます。いつか私のロボットが車椅子の、あ、ごめん、私のロボットが車椅子の人を助けると信じてますみたいな、ね、で、何々と信じるのところ、何々と信じているのところに印をつけてください。これ believe ね、believe、 あ、believe that、 believe that まで、 believe の後、that がついてるけど、 that までつけてください。Believe that、 that がないときもあるけど、何々で、何々と信じている、何々と信じている。で、ここ名詞じゃなくて、that の後ろはだいたい、もう一個主語と述語みたいなのが来ます。主語と動詞ね、主語と動詞みたいなのが来ます。だけその believe that の後ろちょっと見てください。 believe that、 I believe that で、私は何々と信じている。で、何信じているのかっていうと、 my robots will help people だよね。私のロボットが人々を助けると信じているっていう意味になります。で、あと、ごめん、過去3番のいつかっていうとこ、いつか、最初のいつかっていうとこに印をつけてください。いつかで、サムデイです、サムデイ。これ述語やけん、覚えてください、そのまま。いつかでサムデイ。じゃあ、カッコ4番いきます、カッコ4番。国語が好きな生徒もいれば、数学が好きな生徒もいますってあるけど、なんなんもいればっていうとこと、なんなんもいますっていうとこ。一番最後、ね、最初と最後の何々もいれば何々もいますっていうところに印をつけてください。で、これは、そのままカッコになっとるけど、サムとサム何々 and others 何々です。消したいな、これ消していいかな、消します、後で連絡します。サム
何々 and others …で、何々な人もいれば、英語が好きな人もいれば、これなんか書いてある。が、…数学が好きな人もいます。でも、熟語やけん、覚えてください。で、ここ、アザーズってつくけん、気をつけてです。アザーズじゃなくて、アザーズです。じゃあ、3番終わったので、暗記ってかノート出しておくね。それにその今出てきた英文をどうしよう、2回ずつ書きましょう。あ、やっぱ3回ずつで3回ずつ書いてください。今出てきた手紙をありがとうっていうのと、私はあなたの友達になりたいと、私のロボットが振る舞いになっているのは、第2課題に参加してください。3回、頭の中で日本語を言いながら英語を書いたら覚えやすいので、できれば。みんなが今してくれよみたいに3回ずつ練習とかをテスト前に例えばしたら、例えばルーズリーフとかにしたやつをワーク提出の時にしれっとワークに挟んどくと、ワークの点数を上げてもらえると思うので、あのテストの点数自信ないなっていう人はワークの点数から上げていくしかないので、しれっと挟んで、すいません忘れてましたみたいな感じで挟んどくことがいいかなと思います。ちょっと一番下にします。つけてないとか、そういう単語にアルファベット間違ったとか。こんにちは。こんばんは。また間違えた。こっち考えると休憩中とか書いてある。で、1、2だけで声となるとかしましょう。で、今は、3番の数字の今ちょっと練習するので、なんかノートに英文だけを3回ずつ練習します。こっち買ってみます。今来た人は、アンケートを一緒に置いてます。アンケートは時間があるとき休憩中とかに書いてください。で、授業の方は英語のプリント一緒に置いとうので、それの多分1枚目に答えが書いてあるプリントがある。それの左半分の3番、大きい3番を今みんな英文を3回ずつ練習しようので、それをちょっとやってください。3回書き終わったらちょっと鉛筆を置いてください。
と何人かまだ書きようけど、ちょっと一旦ごめん、切りがいいところでストップして大きい4番いきます。次大きい4番、ね、74ページの大きい4番マッパーまた出してください。大きい4番は重要表現だし、しかも並び替えですよね。テストよく出ますよね、並び替え。で並び替え結構苦手な人がいるので気をつけましょう。じゃあまず4のカッコ1、あなたは将来何になりたいですかって、ね、でまた出てきたよね、何々になりたい、そこに印をつけてください。4のカッコ1、何々になりたい、これさっき言ったけど want to be です。 want to be だっけ、何になりたいですかって出てきた、何々になりたいだっけ、 want to be でまず一つできるね。でできれば色が違うやつがいいけど、何にっていうとこ、何に何って出てきたらもうこれ what しかないですね。 what かな。で、あとごめん、もう一つ将来、将来はこれも述語です。 in the future、 将来結構いっぱいある。将来は in the future、 これでまた一つできたよね。 future in the future で一つできました。で、これ疑問文やけ、まずはあなたは何になりたいですか、 what do、 疑問文なので do you ですね、 do you で何々になりたいと思ってる、 want to beB、 で最後 in the future という感じになります。まず熟語作って並び替えると苦手な人も変な並びになることはないけん、そういう感じでしてか、疑問文やねん、クエスチョンがいきます。じゃあカッコ2番いきます。カッコ2番、私はその知らせを知って興奮していましたの、何々を知って興奮していましたのとこに印をつけてください。何々を知って興奮していました。で、これはまず興奮する、興奮した、関係なので興奮したで was excited ですね。 was excited で興奮していた。で、何々を知ってとか何々をして興奮したっていうのは was excited to です。 to まで言います。Excited to 何々で何々をして興奮した。だから今回 to の後は no ですよ ね。まずこれちょっと書いてください。 B 動詞プラス B プラス Excited to、 Be excited to で、あ、 to 何々で何々して興奮した、ワクワクした、興奮した、まあ、テンション上がったって興奮した。でもテストでテンション上がったとか興奮したかワクワクしたって、あれ見えん人はあのテレビ見てもいいし、テレビこっちに見せる、ちょっと切れとけ。で Be excited to で何なん、興奮するの、ごめん、興奮するとか興奮した、興奮する。で過去形だから今回ここが was になったよね。普通は am ですよね。で今回は was だから興奮していたという過去形になります。とはいえ、でじゃあカッコ3番いきます。カッコ3番、今週末は妹と私が家事をします。これは未来形違うね。あ、まず今週末、今週末のとこに印をつけてください。今週末っていうのはこの週って書いて、あ、この週末って書いて今週末って訳します。だから This weekend です。 This weekend、 weekend は週末ね、週末って意味です。 This weekend で今週末で、あとこれ未来形なんで、
今週末ってまだ先のことやったけ、未来系だから will を使ってます。 will、 そこの will にも印をつけてください。 will、 で will の後は動詞の原型です。だけ三単元の s もつかないし、過去形、未来形と過去形だけど、OK、だウィルの後ろは動詞の原型って書いておいてください。ウィルの後ろは動詞の原型、ね、じゃあカッコ4番いきます。私たちはその試合のためにたくさん練習しましたの、あ、たくさん、たくさんのとこに印をつけましょう。たくさん、たくさんはアロットです。アロット。でもう一個メモ書きで書いとってください。たくさんの何々やったらアロットオブになります。ここにオブがつきます。今回はたくさん練習したのでアロットがあります。で、あとプラクティスは練習するよね。だけど過去形なのでプラクティス2です。でそこはいいけど、あとはその試合のためにの何なんのためにっていうところに印をつけてください。その試合のためにっていう何なんのために、それは for です。 for、こうっていうのは何なのためのとか、何なのためにっていう、何なのために、何なのためのっていうです。じゃあ、ここまで書いたらまた 1,2,3,4 英文を3回ずつ練習しましょう。あのカッコ1、カッコ2、カッコ3、カッコ4、これだけ書いたら多分毎日から終わるよ。3番のやつも練習してくださいねって言ったけど、さっき間に合わなかった人はできれば後でしてください。じゃないとみんなとどんどんずれていくので、とりあえず4してって言ったら4をした後に3戻ってもらっていいので、できればそういう感じで練習をしていきます。
あなたは将来何になりたいですかって、私もさっき忘れたけど疑問文やけんクエスチョンまでちゃんとつけてください。クエスチョンマーク。テストで忘れたら点数引かれるけん、今見直してつけてなかったらつけとってください。思うけど、他の科目もあるので、まず右半分いきます。右半分のカッコ1からいこうかな。まだごめん、さっき言う人もいるかもしれないけど、ちょっと一旦やめて、あの右半分のカッコ1いきます。あ、ごめん、大きい1のカッコ1。私は海で泳ぐことが好きです。で、私は海で泳ぐことが好きですの、ランランすることが好きですのとこに印をつけてください。右半分の大きい位置の括弧1、何々することが好きです。で、これライフスー何々で、ライフスーの泳ぐことが好きです、だから泳ぐはスイム、だからライフスースイムになってます。じゃあ、カッコ2番いきます。私は、彼はその本を読む必要がありますの、何々する必要がありますので、はい、何々する必要があります。で、これは、ニーズ2何々、ニーズ2何々です。で、赤ペン持っとう人は、非に印をつけて、リードかな。リード何々ってなってるけど、これ he が主語なので3単元の s がいります。だからこれ手が he、 手が he って書かせられるとき気をつけてください。これ忘れんようにね。3単元の s、 he が主語なので he needs to read になります。3単元の s を忘れんように気をつけてください。じゃあ、カッコ3番、私たちは来年の夏中国に行きたいですの、どうしようかな、何々したいです、行くっていうのがくっついてるけど、何々したいですっていうところに印をつけてください。で、これさっき何々になりたいですの時出てきたけど、 want to です。 want to、 want to 何々で何々したい、これは覚えてください。で、go は行くやけん。We want to go to China next summer ですね。to が2つあるけど、違うね。We want to で1つって覚えてたらいいです。We want to go で、私は行きたい。で、どこに行きたいのかっていうと、go to どこどこで、どこどこに行きたいよね。だけど、ここの to と、これとこれは違います、ものが。ちなみにこれ何々することっていうの to、 こっちは何々どこどこにっていう意味の to です。ちょっと上に書いておいてください。並び替えになったりとかよくするけん、なんで to が2つあるみたいになるけん気をつけてね。じゃあ、どうしようかな、ちょっと疲れすぎたと思うので、ちょっと中途半端やけど、ちょっと 1,2 分休憩を取ります。取った後に1,2分で不満言わんで1,2 分取るので、その後にこれまた1を1の例文を3回ずつちょっと書いてもらって、ちょっと飲み物を飲んでみます。これ多分4分やけん、
5本か。あれが6本、7本か、7本になった。7分になったので、ごめん、ちょっと短いと思うけど、沖一番、沖一番の、そのさっきの言った例文ね、私は海で泳ぐことが好きです。のところを3回ずつ書いてください。今さっき休憩中に書いた人もいるけん。この人たちは、この3回に休憩中に書いて、3回ずつ書きます。沖一ね、さっきしたこと。大きい1のカッコ1カッコ2カッコ3のとこ、じゃあごめん、途中の人もおるかもしれんけど、行きましょう。
暑い、暑い、暑くない。顔が赤いの、何人かおる。エアコンはつけとけん、多分大丈夫だけど。じゃあ、右半分の続きからいきます。あ、ごめん、2に行く前に大きい1の、問題文、日本文に合うように何々適する語を書きなさいの横に何々することの用法ってある。大きい1、さっきみんなに書いてもらった大きい1の横に何々することの用法を確認させるってあるけど、ここにちょっと印つけ取ってください。何々することの用法にちょっと印をつけて、これ何かっていうと名詞的用法だったよね。名詞的用法。2ステッシュには3つあるけど、まず1つ、この大きい1番では名詞的用法が使われています。名詞的用法。これが何なんすることって意味の2ステッシュ、っていうのをちょっと忘れとったので、つけ取ってください。じゃあ、大きい2番いきます。カッコ1、I can, あ、これ日本語に訳す。I came here to my, 違う。I came here to meet my teacher.の to meet のところに印をつけてください。to meet で meet は誰々に会うっていう意味ですね。to meet で日本語のところの会うためにっていうところにも印をつけてください。会うために to meet で会うためにだけどこの to は何なんするためにっていう意味ですかな。じゃあカッコ2番いきます。Jack is studying Japanese to be a Japanese teacher。ジャックは勉強、あ、で、is studying。is studying のとこに印をつけてください。これは現在進行形やね。だけん、勉強を今してますよっていう意味です。is studying。これはもう大丈夫かな。現在進行形です。で、is studying Japanese で日本語の勉強をしています。で、何のためかっていうと、to be。その後の to be に印をつけてください。to be。で、この B はさっき出てきたけど、どこか、誰々になる、何々になるっていう意味です。To be の B は何々になる。だから、日本語のところの何々になるためにのところにも印をつけとってください。何々になるために。じゃあ、カッコ3番いきます。She stays in America for a month.のステイは滞在するっていう意味でステイは滞在するかな。でその後ステイインアメリカでアメリカに滞在しました。フォーアマウスのところに印をつけてください。フォーアマウス、これで1ヶ月間です。1ヶ月間でこの後に1ヶ月間滞在しましたって文章を書いた後に to study っていう文章をつけます。to study。で、この to study は勉強するためにですね。勉強するために。そこに印をつけておいてください。to study と勉強するために。で、これは、さっき言ったみたいに大きい2番の横に何々するためにの用法を確認させるだよね。そこ何なんするためにの用法っていうところに印をつけてください。何なんするためにの用法っていう。大きい2番の、さっきここでつけたみたいな感じ。大きい2番の矢印の横に何なんするための用法ってあるけど、何なんするために。これは、今度、副詞的用法って言います。副詞的用法。物質的用法って書いておいてください。高校とかでよく言われる。じゃあちょっと英文書かせてばっかりじゃきついので大きい3番いきます。大きい3番のカッコ1、私たちは夕食に食べるマグロを買い、あ、ちょっと待って、カッコ1の前に先に言うと、ここの大きい3番の横にまた矢印があって、何なんするための用法ってあるね。何なんするための用法。ここにまた線を引いて、今度これ形容詞です。形容詞的用法。形容詞的用法。書いておいてください。
名詞を説明する兼形容詞になります。じゃあそれ書いたら括弧1いきます。私たちは夕食に食べるマグロを買いましたの、食べるの、食べるマグロっていうところ、食べるの後ろに食べるためのって書いておいてください。食べるためのマグロ、食べるためのマグロで、なんなんするための何々やけん、食べるマグロってあるけど、食べるためのマグロって書いておいてください。で、なんなんするためのっていう意味の to を使います。だから to eat のところに印をつけておいてください。 to eat で、食べるためのになります。で、 for dinner は夕食にっていうね、 for dinner で夕食に。あともう一つ、単語、英語が苦手な人は最初の we bought の bought に印をつけて、得意な人はいいです。これ buy、 買うっていう buy の過去形やからね、買う過去形、過去形カタカナで書いたけど、買うっていう、買うっていう、何々を買うっていう意味の過去形です。じゃあカッコ2番いきます。私は今週末にすることがたくさんありますっていうところの、することっていうところに印をつけてください。で、そのすることっていうところの上にするべきことって書いておいてください。するべきこと、することがたくさんありますの、することがの上にするべきことって書いてください。で、するべきこと、するためのことなんですけど、実はするべきことでちょっと覚えます。するべきこと、するためのこと。で、その下の to do のとこに印をつけておいてください。 to do、 これでするためのこと。あれ、ことはこの前に to do の前にシングってあるよね、シング、 S がついてるシングス、これがことものっていう意味です。こともの、だけんするためのことっていう意味になります。シングス to do、 to do でするためのやることが、やるべきことがありますっていう。じゃあカッコ3番最後ね、カッコ3番いきます。何か食べるものはいかがですかの、食べるもの、食べるものに印をつけてください。食べるもの、でこれも食べるものの、食べるとものの間に食べるためのって書いてください。食べるもの、何か食べるものはってあるけど、ここに食べるためのものはありますか、あ、いかがですか、いかがですかって書いておく。で、ものがサムシングです。サムシング、ものがサムシングの後に食べるためのだから to eat って書いてます。 to eat のところに印を引いておいてください。 to eat、 もうこれ、このパターン聞かれるとき絶対もうこれで覚えとったらいいんで、ここつけてもらったけど、もうこれで一つで覚えとってください。 something to eat とか、あと下に書いてあって something、 さっきの something to eat で食べるもの、 something to、 例えばドリンクだったら飲み物、飲むためのものって書いて飲み物になります。ここ二つがよく出るけん、ちょっと下に書いておいてください。 something to eat で食べるもの、 something to drink で飲み物です。じゃあ、ちょっと数学したいので、これはごめん、大きい2と大きい3は各自で3回ずつ練習をやってください。じゃあちょっと数学に移ります。数学、今日ワーク持ってきた人のグラウン、数学学校のワークです。じゃあ学校のワーク持ってきた人は、学校のワーク、あ、返されてる、まだ返されてる、返されてない人とか、持ってきてない人はウィンパスの数学を出してもらって、ウィンパスの数学の114ページ、学校のワーク持ってきた人はいいです。持ってきてない人は114ページはまとめの問題です。まとめの問題です。
をちょっと解いてください。角度の問題、多分この間したと思うけど、角度の問題です。で、忘れたって人は前の忘れたとか何習ったとか忘れたって人は前のノートとか114ページ、キーパスの数学の114ページを40分まで自学にします。で、このワーク持ってきた人はちょっと進めようっていう試験範囲です。忘れた人は3番は覚えてない人はこれの96ページ97ページに書いてます。内角の和って、あ、違う、三角形の角っていうとこ96ページに書いてるので参考にしてください。公式はあったら見ないと。
ごめん、内閣のは四角3番96じゃなくて98ページやった。96ページは三角形しかなくない。98ページやった。のは前に書いた感じで、今五角形書いておけど、例えばあれが十角形やったら 180×10-2 っていう計算で、じゃあそれぞれ答え持つやろうけん、答え合わせをしていいですよ。
5分頑張りましょう。あれ数学解けたら他のとこしようって言って、64終わったら65に行ってもいいけど、114終わったらとりあえず他の話しよう。Thank you.
しやまだ下に行きます。
初期費はあのコピーで込みやけん全然使っていいです。うん、いいよ全然、むしろ使わんと思ったんですけど。今の休憩中とか、さっき配ったアンケートの気をする。そんだけ。あ、じゃあごめん、46分だったので、ちょっと後半、振り返ってチェックします。ちょっとコピーやってもらって。
寝ぼけすぎよ。さあ、じゃあごめん、ビーバスの理科を出しましょう。ウィンパスの理科の122ページを開いてください。あまり時間がないけん、とりあえず1、2、四角の1と2を解けるとこまで解いて。で、答え合わせをしてください。122ページ、左半分だけでいいね。解きましょう。理科忘れた人。Thank you.
Thank you.
体制かっていう違いですかな。で、丸二番の区別、ペンギンのとこで分けたときに区別の基準になるのは、あの周りの温度の変化によって体温が変化するのかしないのか、変温動物か高温動物かの違いです。で、丸三番、トカゲのところで分けたらどうなるかっていうと、一生肺で呼吸、あ、これウの一生肺で呼吸し、皮膚、厚い皮膚を持ってるのか持ってないかです。丸4番は A ですね。 A しか残ってないので、魚で分けた時にエラを持ってるか持ってないかです。で、過去4番は答えは、同じ起源を持つものはあと A です。あと A、人の手とワシの翼です。ここまで全部あっとった人どのぐらい、あ、少ない。じゃあ四角2番、四角2番のカッコ1は、脊椎動物はどのような特徴を持ちますか。これ背骨を持つです。背骨を持つ、脊椎でもいいです。脊椎を持つとか背骨を持つとかどっちでもいいです。で、カッコ2番の答えはいいです。丸1に当てはまるのは、子供はエラで親は肺と皮膚ですね、呼吸の仕方ね。で、カッコ3番の丸2は体勢、体勢、体制は月変に大体生まれるって体制。で、丸三番、これ体温のやつ、高温、温度が変わらない高温。で、カッコ四じゃない、丸四は鱗です、鱗。鱗ね。じゃあカッコ四番 C D いきます。C は魚類です、魚類、魚。で、B は哺乳類です。哺乳で、カッコ5番、A、B の仲間に属するのは、イと、イのカメと、オのワニです。イと、オ。で、丸じゃない、B の方に入るのは、カのイモリと、キのカエル、イモリとカエルです。2番全部当てた人。じゃあ、これ間違ったところは、
各自で復習をしてきてください。で、ちょっと待ってね。123ページは宿題にします。123ページ宿題って言うかで、ごめん、休憩入る前に今日、あ、今日じゃない、明日10時半まで、あ、10時半までなんかいろいろ残って、今日とりあえず10時半まで残る人手挙げてもらっていい？あ、増えた、あ、結構増えた、いい、あ、じゃあその人たちは終わった後残っとってください。うん、今日ね、今日10時半まで残る人偉いです。じゃあもう一個ね、明日あの8時から夜8時から10時まで補習があります。で、明日から毎週金曜日は8時から10時まであるんですけど、習い事とかでもこれ人はいいです。明日、今日の明日の8時から10時まで、ね、7時半まで小学生がいるわけ、その後からまで補習がある、あるんやけど、あ、で、あとは補習してください。で、あのは持ってくることと、明日来れない人、来たくないじゃないけど、来れない人、来たくないよな、来れない人、ちょっと待ってね、そのまま手挙げ取ってもらっていい？ちょっと名前書きます。ごめん、名前ないか、あ、名前書かれた人は、うん、だいぶ私名前覚えてきたけど、覚えてない、江口くん、お二人がね、分からんちゃうね。いつも分からんけど、いつも逆で覚える。と、あ、そ、右側も上げてなかった。と、もう一回。あ、名前。あ、あげてない。あげとんか。どうしよう。道端くんと、ただいこんで、じょうくん、立川くんと、下の名前だけ分かる。セリナちゃんです。水上くんじが分かる。うん、音、その名前だけなんか分かる。だけだけ聞いてない、聞いてない、いや、それはないよ、だってこの間火曜日かもね、なってた、俺に聞いてない、あ、そういう、あ、じゃあこれの時は連絡をしてください。そうね、問題があるからね。よし、じゃあごめんね、遅くなったけど、ちょっと前半終わります。あ、じゃあ次15分からにしてもらうので、かな、して、えい、ありがとうございました。あ、で、明日来る人は学校のワークを持ってきてください。学校のワークで、ずっと学校のワーク演習するんですか？あ、一応個別で見るよ。あ、その持ってきてなくても、こっちで印刷して渡すのとかでもいい。30分ぐらい。あ、この時間？あ、この時間は分からん。普通に授業みたいにするのかはちょっと分からんけど、とりあえずワーク持ってきてって言われてるので。あ、うん、そうね。木曜だけ持って帰ったら、たまっとき多い。あ、そう、普通の授業でも持ってきてもらわないと。月曜と水曜と木曜は、お気弁せんで持って帰ったら。で、明日持ってくるのは、あ、あ、ちょっと。あ、もう、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 
感じだ。